ん竜太郎の運動会んーと、日曜だっけいやー、日曜は厳しいなー。いや、あの、大事な取引先の人とランチ行くことになっててさー。あ、でも、この仕事がうまくいったらボーナス入るから。そしたらみんなで旅行でも行こう。な。竜太郎。お父さんさ、運動会行けなくなっちゃったんだよなー。いや、ごめん。 本当に申し訳ない。いやでも、お父さんが行けなくても、龍太郎が運動神経抜群なのは分かってから、活躍間違いなしだろだろ <laughs> おお初めてリレーのアンカーに選ばれたのか。じゃあ頑張んなきゃだなぁ。<laughs> あ、もしもし。ごめん、申し訳ないんだけど、今日仕事終わりそうにないからさ、結婚記念日のお祝いまた今度にしよう。 あーオッケーオッケー。ちょっと待ってて。ごめん、切るわ。あの、必ず埋め合わせするからさ。じゃあね。来週ああ、いやー、来週も無理だな。来年だな、うん。来年の結婚記念日に盛大にお祝いしよう。な。<laughs> 来年になったら仕事も落ち着いて、もしかしたら夢のマイホームも買ってるかもしんないぞじゃあ、行ってきます。 クリスマスパーティー <laughs> そんなのできるわけないだろう、この年末のクソ忙しい時に。サンタさんがいるんだったら俺の仕事手伝ってほしいよ。<laughs> じゃあね、今日もまた遅くなるから。じゃあね、おやすみ。初詣あ,あの、今さ、大きい仕事が正念場迎えてて、みんな正月返上で頑張ってんだよ。そんな中俺だけ初詣とだけに行かねえだろ。え、竜太郎も、 そろそろ友達と行く方が楽しい年頃なんじゃねえか仕事ばっかりってお前、そんな言い方ねえだろ。俺はお前らのために働いてんだぞ。<music> あ、もしもしおい、どこ行ったんだよ龍太郎は 出ていくってどういう意味だよああ、俺ずっとお前らのために働いてたんだぞそれ分かってんのかあっ。